昨夜から断続的に雪が降り続いた小樽市。今朝は住民は雪かきに追われていました。いや本当に大変だ。年寄りだから本当こんなにすると思わなかったもんね。冬型の気圧配置の影響でまとまった雪が降った道内、午後3時までの12時間に札幌の小金湯で48センチ、小樽では観測開始以来1位となる46センチの雪が降りました。小樽市内では一夜のうちに車もすっぽりと雪に埋もれてしまいました。いやもうびっくりですね。もう上がってきますね。いやもう帰ってきてからも雪かきするとなると嫌ですね。本当町を見守る犬の銅像にもこんもりと雪が積もる中、興奮を隠せないのが本物です。はい、はい、お散歩行ってください。行ってください。雪にも負けず喜んで散歩に駆け出す犬の姿も。札幌市民も早朝から雪かきに追われました。除雪の際に気をつけていたのが給排気筒です。今年のチャンスを、うん、ここね。で屋根から雪落ちるとここにここの辺に積もるから、ただここに入ってくるのね、サッシに。でここ塞がったりするから。去年札幌では雪で住宅の給排気筒が埋まり、ストーブやボイラーの不完全燃焼が相次ぎました。札幌市消防局は給排気筒の周りはこまめな除雪をしたり定期的に点検するよう呼びかけています。吹雪のため札損道や尻市道は今朝から一部区間の通行止めが続いているほか、国道5号も午後2時から小樽市潮見台から春香町までの 11.4 キロが通行止めとなっています。また JR 北海道は函館線や千歳線で快速エアポート18本を含む合わせて36本を運休にしました。この後も大雪による交通障害に警戒が必要です。